それでは、MODO302 で新しく追加されたカメラ操作のショートカットについて説明します。このムービーでは、マッキントッシュ版でのキー配列で説明します。ムービー内でオプションキーと説明している箇所は、Windows 版では Alt キーとなります。カメラの移動をショートカットで操作する場合には、オプションキーとコントロールキーを押しながら、マウスの左ボタンでビューポートをドラッグすると、カメラの向いている方向へ移動できます。 オプションキーとシフトキーを押しながらマウスの左ボタンでビューポートをドラッグするとカメラの向いている面と平行に移動させることができます。m o d o 3 0 2では新たなショートカット操作が追加されオプションキーとシフトキーを押しながらマウスの右ボタンでビューポートをドラッグするとカメラをグローバル座標の Y 軸方向に移動させることができます。 また、オプションキーとシフトキーを押しながらマウスの中ボタンでビューポートをドラッグすればカメラをグローバル座標の XZ 平面上を移動させることができます。さらにオプションキーとコントロールキーを押しながらマウスの右ボタンでビューポートをドラッグしてカメラの焦点帳を増減させることもできるようになりました。